経済学の分野では資源配分とは経済学用語の一つである条件下の限られた資源が誰に何の目的としてどのようにして配分されるかという経済学の基本的な課題を表す概念である。労働力や資本、土地など利用可能な資源を様々な用途に配分する。経済全体の文脈では資源は市場や 経済計画など様々な手段を通じて配分される。プロジェクトマネジメント分野では、リソース割り当て、または、リソース管理とも呼ばれ、リソースの確保と時間の制約の両面を考慮しながら、工程のスケジュールとリソースの要求を行うことである。ライオネル・ロビンズなど経済学者の中には、経済学は資源配分の問題を解決することが目的であると、定義しているものも存在する。 市場経済が主となる現代では、資源配分の問題は、需要と供給による価格変動などといった市場原理のバランスに任せて解決している状態である。これに対して国家の物材バランスに基づいた計画によって配分される状態を計画経済と呼び、社会主義の国で主に採用される。 グローバリズムに伴う貿易自由化の流れは基本的に効率的な資源配分を促すものであると言われる。経済学における公共財政の分野では資源配分、マクロ経済安定化、所得分布の3つの分野を取り扱う。資源配分に関する研究の多くは特定の資源を配分するメカニズムによってパレート効率性をもたらすような条件を発見する。 ことに注力している。パレート効率性とは、あるの集団内で誰かの紅用を犠牲にしなければ、他の誰かの紅用を高めることができないような状態のことである。戦略計画においては、資源配分とは、人材など利用可能な資源の用途に関する将来の目標達成のため計画のことである。これは、様々なプロジェクト、または、 事業部門との間で貴重なリソースを割り当てるプロセスである。資源配分の問題を解決するためのアプローチは、手動的アプローチやアルゴリズム的アプローチ、または両方を組み合わせたアプローチなど、多数存在する。リソースレベリングは、プロジェクトに関する資源のヒストグラムを最適化する資源配分には、偶発的な決定方法が存在する場合がある。例えば、 配分計画から除外されたものの資源がさらに利用できる場合に割り当てられるべき項目に優先順位付ける方法がある。逆に配分計画に含まれているものの資源をさらに削減する場合に犠牲にすべき項目に優先順位付ける方法もある。資源を自動的活動的に配分するような特定ドメインのコンピュータープログラムを使用することで資源配分を行うことができる。 特に、ルーティングや通信に特化した電子デバイスで一般的に見られる。例えば、無線通信のチャネル割り当ては、基地局で適切なアルゴリズムを使用することで決定される。オンラインオークションビジネスモデルのように、応募者がお金のバランスに応じて、エマニュエル・ヤルテボヤナンによる研究では、これが資源配分の分野でとても重要だと指摘している。 一部の CPU タイムスライスの割り当てに関する論文ではオークションアルゴリズムが比例共有スケジューリングと比較されている。ありがとうございます。